中村県2月1日帯は、日本の声楽家、オペラ歌手、音楽教育者、合唱指揮者。本名、中村武史。東京都出身。1958年、東京芸術大学音楽学部声楽科卒業。畑中良介に指示。オペラデビューは1959年、ロッシーに、セビリアの理髪師のアルマビーバ伯爵。 オペラでの出演歴は極めて多数に上り、2期回、東京室内歌劇場を、主に昭和音楽大学オペラ情報センターに記録されて、いるだけでも127回を数える。主演したオペラは70曲を超えているという、オペラ界での長年の活躍と、日本初演作上演への貢献も著しい往年のメーテナーである。合唱指揮者としては、1960年から、 立教大学グリークラブ男性の常任指揮者に就任し、東王前の1969年まで定期演奏会の指揮者を務めている。1964年から1969年には、東京六大学合唱連盟合唱連盟定期演奏会のステージにも上っている。1970年ウィーン留学、リリー・コラー教授に指示。さらに、マタイジュ南局。 ヨハネジュ南曲、メサイアなど、宗教曲のソリストとして、また、日本歌曲のスペシャリスト、コンサートシンガーとしても幅広い活躍をし、レコード CD も数多く出している。2002年5月に機械創立50周年記念、30日連続演奏会に出演、好評を博す。2010年10月に機械、ゴールデンコンサートインツダホールでは、 リハルト・シュトラウスの歌曲を披露している。2012年青山葬儀所での、畑中良介先生お別れの会では、実行委員長を務めた。財団法人東京二経営現理事、二期会オペラ、研修所元所長、日本オペラ団体連盟元、副理事長、日本演奏連盟元理事、東京室内歌劇場元運営委員長。2013年藤沢市民オペラ、 フィガロの結婚において、総監督を務める。昭和音楽大学教授、国立音楽大学教授、同大学院院教授、東京芸術大学講師、直美学園大学教授、直美学園大学名誉教授を経て、現在、直美学園大学大学院客員教授、2機会名誉会員。優れた文科生を多く育てており、文科生が萌えの会を組織して、 演奏会を開催している。2012年に開催された中村県三樹記念萌えの海第16回特別演奏会の出演者は以下の通り。ソプラノ小林敦子、平川千志歩山口道子、山本佳代、吉田京子、メゾソプラノ岩森美里、奥野恵子小林ゆっか、西恵子カウンターテナー、いよいよ六ただし、テノール、 秋川正史、井上良治、辻博久、中村健、安富大一郎、バリトン、大森知恵、成田博之、バス、佐伯健史、ピアノ、川原忠行、花岡千春。他にも著名な文化生として、共に指揮者の大川三三沢博文などがいる。ABCDEF、中村健。日本人、オペラ名館。2020年3月8日閲覧。 abcdefghijk 二機会アーティスト検索二機会21 2020年3月8日閲覧中村健昭和音楽大学オペラ情報センター2020年3月9日閲覧過去の演奏会情報第51から60回立教大学グリークラブ2020年3月9日閲覧 過去の演奏会情報第61から70回。立教大学グリークラブ。2020年3月9日閲覧。演奏ライブラリー6連。慶応義塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団。2020年3月9日閲覧。畑中良介先生お別れの会パンフレット主催。青の会。公益財団法人東京に機会について。公益財団法人東京に機会。 2020年3月9日閲覧。日園連について役員事務局。公益財団法人日本演奏連盟。2020年3月9日閲覧。フィガロの結婚。公益財団法人藤沢市未来創造財団。2020年3月9日閲覧。2機会のアーティスト名誉会員。公益財団法人東京2機会。 2020年3月9日閲覧。萌えの会。中村健三十記念コンサート。狸猫日記。2020年3月9日閲覧。指導者、協力者紹介。合唱団。白川。2020年3月8日閲覧。三沢博文。国立音楽大学。2020年3月9日閲覧。入賞者一覧。日本音楽コンクール。 2020年3月8日閲覧、中村邦子、ことバンク2020年3月9日閲覧、ありがとうございます。